船橋市立前原小学校は、千葉県船橋市前原西二丁目にある公立、小学校。通称は、全称。なお、前原の読みについては、客中を参照のこと。船橋市内の小学校でも、有数の伝統校。特徴としては、多くの合奏コンクールで受賞を受けている。バスケットボール部も、県内外から、 競合チームとして知られており、プロバスケットボール選手も輩出している。笑顔いっぱいあたたか、前原平成17年度より、前原小学校と中野木小学校の2校のミニバスチームが合併し、前原中野木 MBC として、男子は中野木小学校、女子は前原小学校にて活動。通常二校の生徒は、学区の関係上船橋市立前原中学校に、 進学するため、いずれ同じチームになるのであれば早めに、チームとして活動しようという背景から、男子は県内屈指の競合チーム。チームカラーはオレンジ。千葉県大会を勝ち抜き、全国大会出場経験もこれまでに4回ある。過去一度、全国優勝を果たしている。全国大会戦績、第40回大会第3位、第43回大会優勝。 第48回大会ブロック敗退、B リーグプレイヤーも2名排出している。従来、住居表示は、前原、船橋市立前原小学校は、前原、船橋市立前原中学校は、前原と、読みが異なっていた。2003年4月1日、住居表示が、前原に変更され、同時に、前原中学校も、前原に変更された公式 HP。 しかし、小学校明は、前原のままである。ありがとうございます。